皆さん、はじめまして。ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です。今、人類は金融資本主義に汚染され、氾濫する唯物主義の中で精神の気高さを喪失しようとしている。金、金、金、それが全て。そのためには自分を売る人間たちばかり。そしてウクライナ紛争に見られるように核戦争、人類滅亡の脅威にさらされている。今こそ和光堂は立ち上がり、日本を変える、世界を変える必要がある。そしてそれを支える思想は、世界広しといえどもあのたくましい武士道の哲学にしか残されていません。水戸部稲造著、武士道をバイブルにして禅の哲学を学び、論語を読破し、武道に励み、日本人が培ってきた大和魂を取り戻して現代の武士になる日本や世界の和光堂よ、ぜひ現代の侍となってよみがえり、この腐った世界を立て直そうではありませんか。今回は新渡戸稲造町、武士道より7つの武士道原理の一つ、誠、誠についての解説です。新渡戸稲造曰く、孔子が熱心に説くところによれば、誠は次の通りである。まず至誠は広々として信仰であり、しかも遥かな未来にわたって限りがない性質を持っている。そして意識的に動かすことなく相手を変化させ、また意識的に働きかけることなく自ら目的を達成する力を持っていると。さらに、真実性と誠意がなくては霊は道化芝居か見せ物の類に陥る。孔子は中庸の中で誠、誠を崇め、超越的な力をそれに与えて、ほとんど神と同居であるとした。武士たちにとって嘘をつくこと、あるいはごまかしは等しく臆病とみなされた。武士は自分たちの高い社会的身分が商人や農民よりもより高い誠、誠の水準を求められていると考えていた。武士の一言、あるいはドイツ語でこの言葉の同義語にあたるリッター・ボルトは、断言したことが真実であることを十分保証するものであった。人の世の中におけるあらゆる立派な商業の中で、商人と武家ほどかけ離れた商業はない。商人は社会的身分階層としては、士農工商の最下位に置かれていた。侍は土地からその禄を得ていたし、もしその気があれば家庭菜園で農耕をすることもできた。だが銭勘定ごととそろばんは徹底して忌み嫌っていた。アングロサクソン民族の高い商業道徳に対する私の偽らない敬意を持って、私はその根拠を尋ねたことがあった。するとその答えは、正直は割に合う、すなわち正直は最善の策であるというものであった。ニーチェが言うように、正直はいろいろな徳のうちでは最も若い徳である。言い換えれば、それは近代産業の養子である。産業が発達するに従い、誠、誠は実践しやすい、むしろ実績のある徳業であることが明らかになってきた。商人である債務者にとっても、誠意と名誉が約束手形の形で差し出すことのできる最も確かな保証であると述べているのも興味深いことである。西ローマ帝国最後の世紀におけるローマ社会の著者であるディル教授は、ローマ帝国衰弱の原因の一つは、貴族が商業に従事することを許可し、そのためにごく少数の元老とその家族が富と権力を独占したことにあったことを私たちの前に明らかにした。しかし、商業であれ、他のどんな正業であれ、いかなる商業も何らかの道徳律がなくては取引が成立しないことは明らかである。
封建時代に日本の商人は仲間間で道徳律を持っていた。またそういうものでなくては、たとえ未熟な発達の程度であれ、株仲間、両替商、相場、手形、為替などのような基本的な商業制度を発展させることはできなかった。以上のごとく、新渡戸稲造は武士道は数百年に及ぶ武家支配の歴史を通じて、一人の人間ではなく不特定多数の人間によって作られた神道、禅、孔子の教えに基づく武士の政治倫理規範、いや人間的な美学であると語っています。次回も7つの武士道原理の一つについて解説します。どうぞお楽しみに。では本シリーズをお楽しみに。また会う日まで、また会える日まで、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。